トビズウェブサイトを閲覧した人のパソコンを無断で使って暗号資産のマイニングをするコインハイブと呼ばれるプログラムを自身のサイトに設置したことの違法性が争われた裁判で不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの諸井誠也さんについて最高裁は2審の有罪判決を破棄し無罪の判断を示しました。 嬉しいです。安心しました、<あ>本当に肩の荷が下りたというか、10月、うん、に感じてはいたので、うん、本当に、ゆっくり眠れるなという感じです。うん、裁判では、このプログラムが意図に反し、不正な動作をさせるものかが争点となっていましたが、判決で最高裁は、不正かどうかの判断にあたっては、プログラムの動作の内容に加え、パソコンに与える影響の程度や、利用方法を考慮する必要があるとの考え方を示しました。 その上でこのプログラムがパソコンに与える影響は一定程度にとどまりその目的もサイト運営の収益の仕組みとして利用したもので不正とは認められないと判断しました。